どうもラルクございます。ということで今回もにゃんこ大戦争、今回はスマホ版の方やっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、またまた貯蔵庫の方がねパンパンになりましたね。ふうにゃんこ島ですね、あれ結構ね、回ってたらまた旅の方がまたパンパンになってしまって、今128分の129ということでね、とりあえず今回種より普通にまた旅の方がかなり数の方がね、増えてきたんで、とりあえずちょっと待って一旦まとめましょうか。はい、ということでまあこんな感じになったんですけれども、今回ねやっとなんですよね、黄色いマタタビの方がね、次に32個になりまして、で、ちょっとね、とあるキャラクターをね、進化させたいんですけども、そのキャラクターが黄色いマタタビ30個使うんですよね。で、やっぱりね、結構前からね、その第3形態実装されてて、で、進化させたかったんですけどね、黄色いマタタビ30個もなんか、使うのためらって、てかたまらなかったんで、で、まぁ、今回せっかくだからね、32個来たんで、まぁ、せっかくなんで進化させようかなと、ちょっと思っている感じがするんで、感じっていうかもうね、進化させていきます。はい。で、とりあえずね、虹股も10個ぐらい使うと思うんで、まあ、今回かなりまた旅の方持っていかれるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、とりあえずね、悲願のね、なんか文字が出来上がそうだけど、何もないな。はい。ということで、じゃあとりあえず進化させていきたいので、あのキャラクター画面いきたいと思います。もうなんか、なんだ。はい、ということで、今回こちらですね、銀河戦士コスモということで、今回こちらのね、キャラクターの方を進化させていきたいなと思うんですけれども、まあ、こちらのキャラクターに関してはね、この進化素材がえぐいんですよね。黄色いマタタビの方が30と、あとは虹股が10個ということで、そのね、進化させた後のね、個数が久々に虹股が1桁になるなって考えると、ちょっとね、ちょっと辛くなってくるんですけれども、まあ、せっかくなんで、ここまで来たらもう進化させていきたいなと思うので、やっていきたいと思います。ということで、まあ、第3形態の進化で攻撃力が上昇、さらに天使と浮いている敵の動きを必ず止める能力を新たに取得ということで、まあ黄色いあれですね、またたび使う、まあ意味あるんじゃないかなって感じがするんで、もう早速進化させていきたいと思います。じゃあいきまーす。はい、いや30だぞ、えぐいぞマジで。はーい、ということでなりましたね。はい、初音ミクも言ってますよ、てってれーと。はい、ということで、究極戦士コズミックコスモということで、これ、実装されたの結構前だよね。もう数年前とかの話になっちゃうんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、それから時を経てね、やっとこさっていう感じがするんですけども。まあ、とりあえずね、当面多分、あんまりね、またたび使うキャラクターはさほどいないんじゃないかって感じがするんで、もうとりあえず当分あんまりね、ちょっとね、合流できないなって感じがするんですけど、まあ進化させられたんでよかったなと思います。まあせっかくなんでちょっと使っていきたいなと思うんですけども、まあ天使とね、浮いてる敵のあれを止めるんで、まあせっかくなんで黄色いまた旅のステージでちょっとね、活躍してもらおうかなと思うんで、とりあえず、待って、編成ダメだわ。これどこだっけな、ちょっと適当に今からちょっとね、天使用でちょっと組んでいきたいと思うので少々お待ちください。はい、ということで早速使っていきたいなと思うんですけれども、ちょっと少々お待ちください。いやもうまた黄色いまた集めなくちゃいけないのか。まあ30集めなくていいって考えるとちょっと気は楽にはなったんですけれどもね。まあこうやってね、またたびが結構手に入る時じゃないと結構厳しいところもあるんで、もう本当にきついねマジで。で虹股もね、またステージの方がスイッチ版だとね、正直ね虹股めっちゃ無駄にしてるんですけどね、スマホ版そんな無駄にできないんだよね。じゃあ出します。はい、ということで、おお色がつくとやっぱ変わるね、変わる。なるほど、だけどちょっと置いていかれてるからすごいよ。はい、ということで、まあとりあえずまあここに出すかってことなんでね。はい、手形から見たら多分全然余裕かなと、多分これだけでも勝てそうな気がするんですけどもね、勝てそうな気がしながらね、多分このコスモでなんとかなるんじゃないかなって感じがするんですけども、このままとりあえず見ていきましょうか、せっかくなんでね。いやー次何進化させるかな、とりあえず所持キャラがね、進化できるキャラクターもちょっとね少なくなってきたんで、ね、そろそろちょっとね、もうレア式が回せないんで、まあ、ちょっとね股間を使ってガチャをねしないとちょっとね、あらかし新しいキャラクターの方向けできないんで、まあ、とりあえずそれも見ながら、あでも強くない、なんかずっとねコスモの方ね視点置いてるんですけども、まあね、コスモ高えな、まあ、ガオールでちょっと安いけど、でもちょっと待てよな。まあということで、コマネチをしつつのこれを動きを止めてちょっと見たっけ、俺見てないよな。
おお、なるほど。あ、でも割かし長くない？長いよな。はあ。あ、でもあれか。なんだっけ。まあいいや。窓でだっけ？窓際の第三形態が死んでるから、まあ、長く感じるのか。まあいいや。ということで、まああれですね。まあいつかっていうか、まあ使う場面はあるかなと思うんで、また今後ね、こちらのキャラクターも使っていきたいなと思います。またね、また他人の方をとりあえず配信して。次のキャラクター今回させていきたいと思うんでよろしくお願いしますということで以上です。はい、ということで今回はですね、こちら黄色いマタタビを使って、コスモの第三形態させたんですけども結構マタタビ減りましたねということで、ほとんど黄色と虹が、消えたかなって感じがするんですけれども、まあとりあえずねまたね、失ったマタタビたちをちょっと回収して、で次のキャラクターをね、次何進化させるかちょっと決まってないんですけども、まあするときはまた動画の方収録しようかなと思うんでよろしくお願いしますということで、今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。